はい、皆さん、こんにちは。もう待ってるくれてる人が何人かいるのかな、えー、じゃない、ね、授業はあと10分ぐらいで始まるので、皆さんそのまま待っててください。もし準備できる人が、えー、といれば、あのパソコンと、パソコンがあれば、ね、携帯よりパソコンをの、 を使って授業を聞くとあの一緒に手を動かしながらね授業を見ることができるのでもしパソコンも用意できる人はパソコンを使ってこの YouTube にまたもう一度アクセスしてくださいはいじゃあまた10分後に会いましょうはいじゃあ皆さんこんにちは今からねみんなと一緒にコンピューターサインスイン c e in e n というクラスを始めていきたいと思います今日のテーマは、えっと、スクリーンにも書いてある通り Variable とても、ね、発音が難しいんだけどこの V の発音口ぶるをちょっと軽く噛んで Variable 変数っていう意味です。変数ってねまあ人によってはもしかしたら学校で習った人もいるかもしれないしまだだよって人もいるかもしれないけど今日は変数を知ってる人も知らない人も一緒に楽しく手を動かしながらコンピュータサイエンスの Variable について学んでいきたいと思います。 もしパソコンを持っている人がいたら、今のうちにパソコンを用意してね。一緒に手を動か,かすときは、携帯とか iPad ではなくて、パソコンの方がとっても楽です。今日の授業を始めていきたいと思います。軽く自己紹介。Who am I? 私の名前は、カセ・ウタコです。日本出身なんだけれども、えー、半分日本人、半分中国人の、えー、ハーフですね。去年、えー、アメリカのシアトルにあるワシントン大学という大学から、ジョーガフィー・メジャ地理学というね、 なんか地図についてのお勉強、ジオグラフィーメジャー卒業、そしてコンピューターサイエンス副専攻として卒業しました。で、卒業後は Amazon の子会社の AmazonWeb サービスという IT 企業でソフトウェアのエンジニアとして働いております。現在はシアトルに住んでいます。今日この授業を開催している SIJP という団体について、ちょっとだけ、ね、お話しさせていただきたいと思います。なんかこのさっきのスライドとこのスライド、英語がすごいいっぱいあってみんなびっくりするのかもしれないけど、授業自体は今日は全部日本語で行うので、安心してみてください。SIJP。SIJP とはね、Seattle IT Japanese Professionals の略で、シアトルに住んでいる えっと、IT 企業に勤めている私だったりとか他のいろんな Go の Google とか Microsoft のエンジニアさんが集まってなんか地域を活性化させよう地域をテクノロジーの力でみんなにいろんなことを貢献していこうということをモットーにして作られた団体です。In 2010, 2010年に設立されて became an NPO in 2014。なんたですね、になりました。Mission statement は、We are the professionals of information technology rooted in Seattle area who empower technology professionals and help the local community。って感じで、シアトルにいる人にもっといろんなテクノロジーのことを知ってもらう。最近はですね、あのシアトルだけではなくて、オンライン電話を通じて福岡とか熊本の子供たちと一緒に3か所同時開催の、えー、CS in English。 コンピューターサイエンスを英語で学ぼうという授業をやったりとかあとはまあ大人向けにハッカさんとかはですね開催しております。こんな感じで SIJP は私の所属する今日のこの授業を開催している団体です。それじゃあ実際に今日の授業に入っていきましょう。 で、今日の授業はさっき全部日本語で行うよって言ったんだけど、一部英語は出てきます。で、その英語をね、理解するのとっても大事だから、まず最初に今日一番大事な、ぜひみんなに覚えてほしい英単語だけ、6個だけ覚えていきたいと思います。まあ簡単なね、最初の3つはもう知ってる人もいっぱいいるかもしれないね。Triangle。 Triangle は三角形って意味です。これは正方,あ正方形じゃないや、正三角形だとか、二等辺三角形だとか、全部ひっくりめて、大きな三角形のまとまりをトライアングルと言います。次、左、Left。左になってるかな <laughs> Left。右、Right。右がお箸を持つ方の手だよ。それから4つ目がピクソ l これはちょっと聞き慣れない人も多いかもしれませんね。ピクソ l というのは えとパソコンとか携帯の画面上で物の長さをはた測るときの単位です。や、まあ、やこしいから長さの単位だけ、単位とだけ覚えておけば大丈夫。ピクソル、次、degree、これは角度の度という意味です。例えば90度、直角の90度って英語で言ったかったら90 degrees と言います。じゃあ次、length、これは長さ、長さとか幅とか高さの,あの長さね。で、G っていう あのスペルが入ってるけどもこの G は発音せずに LengthLength と発音します。はいじゃあ最後もう一回上から読んでいこうかみんな Repeat after me 私の後に続いてね TriangleLeftRightPixelDegreeLength はいみんな言えたかなじゃあ今日はこの6個の単語を覚えていってね、はい、コンピューターサイエンスのことが分からなくてもこの6個はとってもね え将来的にも役に立つ。まあ、ペクスはちょっと分かんないけど <laughs>、他の単語はとっても大事な単語なので、ぜひ覚えていってください。はい。じゃあ、それじゃあ、コーディングに入りましょう。それじゃあね、えー、と概要欄にある、このビデオの下にある、1つ目のリンク、studio.code.org と書いてあるリンクを開いてね。じゃあ、みんながそれをゆっくり開いてる間に、ちょっと code.org について説明していきたいと思います。 code.org とは Amazon、Microsoft、えー、Mic Google のエン,ジニアエンジニアたちによって開発された子供たちの、えー、CS 教育に力をみんなが、ね、簡単にコンピューターサイエンスについて学べるように設立された団体、プラットフォームですね。SIGP と同じく NPO の非営利活動法人なのでぜひこの場をちょっと借りて、えー、感謝したいと思います。Thank you so much, code.org, for providing us teaching material, CS teaching materials. Thank you. はい、じゃあみんなコード .org に行けたかな行けたらねこういう画面が出てきますみんな見えるかななんか左の方に男の子と三角形みたいのが書いてあって真ん中に青のブロックとかピンクのブロックいっぱい出てますこれがコード .org 今日ここでみんなと一緒にコードを書いていろんなことをやっていきますじゃあまずみんなに紹介したいのがこの左側にいるこの男の子この子の名前はケンジくんです 今日はみんなけんじ君にけんじ君と一緒にあれなんか書いてある。ちょっと待ってね。えー、っとみんな多分この画面になってるはず。<laughs> 今日はみんなけんじ君と一緒にたくさんの三角形とか四角をいっぱい書いていきたいと思います。はい、じゃ、みんなけんじ君によろしくって言ってね。それじゃあえ、1回目の授業と2回目の授業に参加してくれた人はもう知ってるかもしれないけど、一応簡単に説明します。けんじ君に。 えー、動いてもらって三角形を描くためにはこの右側にあるブロックを使ってケンジ君に指示を与えないといけませんこの whenrun ここですね黄色いブロックこれは実行される時、えー、と私たちがケンジ君にじゃあ今からこれお願いしますっていうと、えー、この下にある今から私たちが作っていくブロックの指示通りにケンジ君が動いていきます例えばじゃあちょっっとここれれ使ってみようかこれは Move forward by 50 pixels. あ、ピクソルってさっき習ったよね。長さの単位。これは50 pixels ってことなので、50ピクセル分、ケンジ君に、Move forward。Move forward は前に進むで。前に進むって書いてあるんだけど、この場合、ケンジ君はちゃんと線を書いてくれます。なので、ONE RUN。ケンジ君に、はい、let's go っていうときに、Move forward by 50 pixels。 ケンジ君に50ピクセル分前に進んでもらうという指示がこのブロックになります。それじゃあ、えー、と左側のこの Run、実行するという黄色いボタンを押してみようか。すると、はい、ケンジ君が50ピクセル分ちゃんと前に進んで黒い線を書いてくれましたっていうのが、えー、とこの code.org の使い方です。はい、それじゃあ指示を見ていこうか。指示は、えっ、ー、と、triangle を。 かきましょう。Let's draw an equilateral triangle.Equilateral to t a ちょっと難しいんだけど、ま、正三角形、三つの長さが全部同じ長さの正三角形を描きましょうと言っています。It has to be exactly 50 pixels long on each side.1 つの長さが50ピクセル分の正三角形を描きましょうと言っています。はい、じゃあ、ケインジ君に三角形を描いてもらうためには、 さっきのこのブロックで、下の線がもうできたよね。下の線が、けたらじゃあ,あと右の線と左の線を書けば、もうこれで大丈夫。さて、じゃあ、どうやって右の線を書いてもらおうか。これはね、答えは、左側のこの青いブロックたちを見てください。turn right by 120 degrees. お、oh, degrees 出てきたよ。これは角度の度って意味だよね。turn right は、右に向かって回る。まあ、回れ右をするってことです。 で 120° は1 2 0度これ角度習ってない子たちもいるかもしれないけど、右側に1 2 0う方向を変えるという意味です。その下のブロックは、turn left by 1 2 0 degrees 左向きに1 2 0度回るという意味です。じゃあみんなちょっと考えてみようか。ケンジ君がこのスペーわった後に、どっちの方向に回ればこの右の線が書けるかな右向きかな 左向きかなちょょっと考えてみてみどううでしょう正解は左向きです。ケンジ君はこの線を書き終わった後、私たちから言う右を向いてるよね。これ右じゃなくて上、上どっちかというと上の方向を向いてほしいから、左回りに回ってもらいます。で、線三角形の一つの角度は必ず120度なので、えー、この120という数字をそのまま使って大丈夫です。じゃあ、turn left、左よ覚えてる Turn left by hundred twenty degrees。このブロックを足して実行してみよう。No. No. ケンジくんちゃんと上を見てくれました。じゃあこれで正しい方向に向かっているから、このまままた Move forward by fifty pixels。前に向かって五十ピクセル分進むというブロックをつなげてあげると右の線が描けるはず。やってみようか。 ちょっと正しく右の線を書いてくれましたそれじゃあ最後最後はもうみんなわかるかな角度が同じってことはさっきと全く同じことをすればいい左向きにケンジ君を120度左向きに回してあげてまっすぐ前に50ピクセル分進むやってみよう左にむ左回りに回って50ピクセル分前に進むこれで三角形ができるはずです自己 みんなちょっとこのコード見てみようか。1回目の授業でループというアイデアを学びましたね。ループっていうのはここ、このコードさ、よく見ると、同じようなものいっぱいいない、ね、ここら辺とかさ、ここら辺とか特に全く一緒じゃない ?1 つ目が move o ーブフォ r で2つ目が turn left。ってことで、全く同じ時はこれをポイって捨てて、このリピート。 リピートというブロックを持ってきてさっき同じだったこの部分を中に入れるそしてさっきこの塊が2つあったからこの数字を2にしてあげるで一番最後に余ったこのブロックをお尻につけてあげて実行するとなんか見た目は違うブロックだけどもさっきと全く同じ動きをしてくれますよしじゃあやってみようかリセットして実行できたできたさあじゃあここでもう一歩踏み込んで ここのさ、お尻のブロック、これもよく見ると、これ、こ,こ、ここのブロックと一緒だよね。ってことは、これ3にすれば、このブロックもポイしてできるんじゃないあれこのブロック余っちゃうよねって思うこともいるかもしれません。一番最後のこれ、何の指示だっけ ?turn left by 112 degrees. これは左向きに120の回れってことだよね。ってことはケンジ君は移動してないだからこれを2回やった後にもう1回やってもちゃんと移動して t u r n l e f t してくれるからその場にとどまってる t u r n l e f t by112degrees はケンジ君は動かないからこのままでいけるってこと実行してみるよおーできました。 でしかもケンジ君最後のこの turn left by 120 degrees を行ったことによって一番最初のさこれ位置と向きと全く同じじゃないほら一番最初もこの同じ位置同じ向きでした。ということでみんなこのコードを覚えておいてください。repeat three times 3回繰り返す。3回何を繰り返すかっていうとこの中にあるコードを3回繰り返す。でそのコードというのが move forward by 50 pixels 前に向かって50ピクセル分移動する。移動しながら線を描く。そして、Turn left by 112 degrees。左に向かって120度回る。このコードを3回繰り返すことによって、三角形が1つ描けます。はい、今日はね、この三角形いっぱい描いていくので、これよく覚えておいてください。はい、さあ、それじゃあね、パソコンを持っている子は、この上にある2番という丸を押してみてください。次のレッスンに行きます。 はい、じゃまずケンジ君の方からの指示読んでみようか。Now use another loop to draw three of those triangles right next to each other. なんかすごく長いんだけど、もう一つループを使って、今とさっきと同じ三角形を隣同士に3つ描きなさいと言ってます。よく見ると図形が三角形1個、2個、3個あるね。この図形を作ることは、 こののレッスンのゴールですさあそれじゃあまずさっきと同じように三角形一つ書くコードを書いてみようかさあ覚えてる人いるかな私より早く書ける人いるかな move forward by 50 pixels turn left by 10012 degrees 20 degrees さあじゃあこのコードで三角形がまず1個できるはずですやってみようか今 <noise> ここできたねそうだそうだ最初のポイントと同じ向き同じ位置にこのコードできます じゃあちょっと考えてみようこのコードを使って三角形を3回描きたいってことは三角形を1つ描き終わった後にどういう動きをケンジ君にしてもらえれば2つ目の三角形を描く描き始めることができるかなちょっと考えてみてもうちょっとヒント言うよケンジ君がどこまで来れば2つ目の三角形を描き始められるはいじゃあ正解はケンジ君がこここのね ここ,ここの角、あれ、なんかうまく出ないけど、ここの点に来てもらえれば、このコードを使って三角形を書き始めることができるよね。さあ、じゃあ次の問題は、ケンチ君をどうやったらここにまで来るように指示を与えられるか。はい、これはさっき下の線を描いたのと全く同じ Move forward by pixels。これは線を描きながら移動ってことだったよね。これをすると、これをしにくっつけてあげると、 けんじくんがちゃんとここまで来てくれるはずよしただ困ってる人は実行してみよう私も実行していますまずは正三角形を使って前に進むおこれでけんじくんがここのポイントに来ることができましたこれでさっきと同じことをすれば2つ目の三角形前に進む3つ目の三角形前に進むって感じで これを3回繰り返せばこの図形ができます。さあじゃあ問題三角形このコードを3回繰り返すにはどうしたらいいでしょうかまあ一番簡単なのはこれをこういうふうにこういうふうにこういうふうにいっぱいつなげていくことだけどこれで今2つ目できたよね。でももっと簡単な方法あるよね。もう分かる人もいるかな リピートって中に入れたたもものを何回も繰り返せるんだっっよねってことはこれを使ってこれ全部を中に入れちゃえばはいなんとこれで完成ですって言ったら信じるこれ全部を3回繰り返すとケンジ君が三角形回転前に進んで三角形回転前に進んで三角形回転前に進んでってことでこの図形ができるはずですよしやってみようかリセットして実行回前三角形前 はいはい、はい、これで完成です。このリピートの中にリピートがあることを NestedForLoop と言います。ForLoop の For は Repeat something for many times. 何々を何回するっていう意味で、ループはこの Repeat って意味ね。同じことを何回も何回も繰り返すよってこと。え次の授業でこの Nested for Loop についてもっと詳しく解説するんだけど、今はこの Repeat の中に Repeat があることを Nested for Loop だよっていうのを覚えておいてください。はい。それじゃあ、一旦 Code.org から離れて、プレゼンテーションに戻りたいと思います。はい。みんな英単語もう覚えたよね。それじゃあ、 今日の主役、variable、変数についてちょっと説明していきたいと思います。変数ってね、なんかね、漢字で変な数とか書くけど、全然変なものではないです。全然怖い、怖がる必要もないし、ね、あの警戒する必要もないです。変数とは、まあ、ざっくり言っちゃうといろんなものを入れられる箱、なんか数字を入れたりもできるし、文字を入れたりもできるし、写真を入れたりもできるし、まあ、言うなれば、箱、ね、なんかこう、中身が空っぽの何を入れても、 大丈夫な箱だと思ってください。はい、みなさん、箱です。はい。で、すべての変数、variable には、えっと、下の写真にも書いてあるんだけど、必ず2つのものがあります。この写真は3つ書いてあるんだけど、2つは必ず入ってます。えー、必ず入っているものの1つ目が variable name、箱の名前ですね。variable name、箱の名前。これ、後でクイズに入るから、よく覚えておいてね。箱の名前が variable name。下の写真で言うと、age。 書いてある年齢っていう意味ですね。Age っていうのがこの箱の名前です。次、Value。Value は箱の中身。で、この下の写真よく見ると、イコールサインの左側に箱の名前が、イコールサインの右側に Value が入ってるよね。これは決して変わることはありません。イコールサインの右が Value、イコールサインの左が名前。よく覚えておいてください。そして3つ目。 これは、えー、とコンピューター言語によってあるときとないときがあるので、えー、一応ここではちらっと紹介しておいたけど、必ずあるというわけではありません。その3つ目がデータタイプ。これは箱の種類ですね。この箱の種類を決めてあげることによって、中にどんなバリを入れられるかが決まります。例えば数字の箱というものを用意したら、中には数字しか入れられません。だから、えー、と文字を入れたり、写真を入れたりすることはできない。 逆に文字っていう箱を作ってあげれば中に入れられるのは文字だけこれはある時とない時があるので別に必ずあるというわけではありません今日後で使う code.org にはこのコンセプトはないのでとりあえず覚えるのは variableName と Value ですはいみんな大丈夫かな次いくよはいなんか文字がいっぱい出てきましたけどこれが最後のややこしいスライドです頑張ってはい変数のルールさっき言った変数にはあのいろんなルールがあります そのルールは大きく分けて、今日は3つ紹介します。今日この3つだけ覚えていてください。まあ、3つって書いてあるんだけど、覚えるのは2つぐらいかなあの、ね。理解すれば大きく分けて2つだと思います。はい、それじゃあルール1つ目。1つの箱には1つしか物を入れられない。これを英語で言うと、One variable can hold one can variable value. 1つの箱には1つしか物を入れられない。はい、じゃあ1つ以上入れたらどうなるか。これがルール2です。 一つ以上入れようとすると、前に入っていたものは消えちゃうんです。これを英語で言うと、If you try to put more value, the previous value will disappear. 消える。disappear ですね。はい。これ、この二つ目結構大事だよ。次、三つ目。箱を使って計算や実行するときは、ケンジ君に動いてもらうときは、箱の名前とかは関係なくて、中身が使われます。これを英語で言うと、When you use variable in calculation, value will be used And calculation はい、じゃあ、今から問題3つ出します。このルールよく覚えておいてください。1つの箱には1つしか入らない。1つ以上入れると前のものは消える。計算するときは中身が使われる。じゃあ、問題いくよ。あ、これはあのウークラップとかはとにないので、みんな自分の頭で考えて何が答えか考えてみてください。すぐに答え合わせをするので、まあ、紙に書いてもいいし、頭の中で考えても大丈夫です。それじゃあ、問題1。x イコール3。 y イコール 10x プラス y ははいみんなわかるかなどれが箱の名前でどれが中身かなで求めてほしいのは x プラス y の値です x プラス y はいくつになるかなじゃあ答え合わせをしようかなじゃあ答え合わせをする前にちょっとこの本当の箱を使ってちょっと説明していこうかな x と y という箱がありますあーちょっと消えちゃってるかなはいで箱の中には3と10というあー全然見えない <laughs> 失敗だ、ね、3という嘘10という数字と3という数字が入っています。これが x と y の値ですねあ。全然ダメだね。映らないね。はい。みんなここに箱があるんだけど、自分の頭の中で箱があると思ってね。<laughs> それじゃあ答え合わせしようか。はい。x イコール x プ y ス y イコール1 3これはルール3ですね。when you use variable in calculation, value will be used in calculation. 計算するときは箱は全然関係なくて中身が使われます。だからこの場合は箱の中身なあ全然映らない。三足す十を計算すると十三になります。じゃあ次の問題いきます。x イコール三、3, y イコール十。ちょっと難しいよ。x イコール x プラス一。さこの三つのコードが実行されたとき一番最後の x はいくつになるでしょうか。これはちょっと難しいよ。 考えてねこれは紙があるとわかりやすいかもしれないはいじゃあ答え合わせをしますまずもうねちょっと箱使うの諦めたので紙で説明していきたいと思います x イコール3 y イコール10で x の箱に今度は x プラス1という箱をあれこれ y だ <laughs> 今度は x の箱に x プラス1を入れてあげます さプラス1ってことはまず、X、の中身が3だから3に1を足してその答えが4になるから4という数字を、X、の中に入れるそして、y、は10のまま。さあじゃあみんなに質問です。最後の、X、イコールいくらになりますかということで答えは、X、の箱に入っている4という数字これが答えになります。 なんかこういう左側と右側に同じバリアボル同じ変数が使われているときはまずイコールサインの右側を計算してその計算で出た答えをイコールサインの左側のバリアボルに入れてあげるこういうふうに繰り返していくとややこしくなることがないと思いますまあや,やこしいときもあるけど覚えたイコールサインの右側計算してからその値その答えを 左側の variable に入れてあげる。最後の問題ね。あ、ごめん、答え出すの忘れてたね。はい。えー、x イコール4。If you try to put more value, the previous value will disappear. 最初の3という数字、あとこ,あとこもなくどこに消えちゃったよね。とことで、えー、4という数字だけが残ります。はい。それじゃあ次の問題。えー、問題3。x イコール3 y 10,、y イコール10。z イコール y ひく x。z の値はいくつになりますかはい。 じゃあ答え合わせします X という箱に3、Y という箱に10、Z という箱に Y-X を入れてあげる。ってことは1 0 3を計算してあげればいいんだから答えは7になります。この7という数字を z とこれ箱だと思ってね。Z という数字に入れてあげる。で、一番最後に Z の箱に入ってるのは何ですかっていう問題だから答えは7です。はい、7です。これは1問目と同じ。When you use variable in calculation, value will be used、えー。計算するときは中身が使われる。このルールが使われます。なんかたくさんね、数学の問題やったね。疲れたかな、みんな。<laughs>